幼い頃から祖父も父親も陶芸をやってましたので、もう幼い頃からその仕事を見て育ちまして、で、食事を食べる器も全部丹波焼きやったんで、もう自然と物心がついた時からあの陶芸をやろうと思いました。丹波の伝統的な釉薬を自分なりにアレンジして、コンプレッサーというものでの吹き付けになるんですけど、溶ける温度の違う釉薬を3種類用意しまして、まず下地に溶けにくい釉薬をかけまして、で上にさらによく溶ける釉薬をかけまして、で高温で焼くことによって下地の釉薬と混ぜり合いながら流れるという技法をしております。今回の、作品の形なんですけど、ろくろで、丸く作ってから、それを楕円にいがませることによって、丹波のあのなだらかな山の風景のようなものを、イメージして作りました。それにあの3種類の、釉薬廃釉がかけて、それが自然と流れることによって、まるであの丹波の自然な風景なようなものを釉薬で表現しました。丹波焼きというのは850年の歴史があって、あのその中でさまざまな技術や技法が生み出されてきましたので、それをまあ僕らが受け継いで、自分の中で作品作りに生かして、次の世代へまたつなげて、もっともっと多くの人々に丹波焼きを知ってもらうように頑張りたいと思います。